陳水編、陳水編、陳水編、1950年10月12日隊は、台湾の政治家。宝来島雑誌社、栄誉誉社長。元、台湾総統、2000年から2008年。台南県間他号、現在の台南主幹電区に生まれ、台南客課の公営を自称する。2000年から2008年まで、台湾総統を務める。それまでは、 台北市議員、立法委員、台北市長、民主進歩党主席などを歴任した。陳水編は直接選挙により選出された二人目の台湾総統であり、初めて民主進歩党から選出された台湾の本土化運動を推進する立場からの総統である。通称は、あひらたで、あは、人命の前につけ親近感を表す文字であり、 その通称で国民との親近感を演出している。これにより台湾の隠しメディアでは、陳水編政権を平田政府と称すこともある。ちなみに、学生時代から彼を知る人物は、第一名、修学時代、すべてトップの成績だったことからと呼ぶことがある。陳水編は1950年10月12日に、体内県関、他号の古作農家の家庭に長男として生まれた。 出生直後は家族は無事に養育できるかの不安が強く、そのため出生届は1951年2月18日になって提出された。貧困脱出を意識して幼少時より勉強に励み、学業成績がいつも優秀であり、農業会奨学金を得て小学校を卒業することができた。1969年に 国立台南第一高級中学を卒業し、台湾大学小学部へと進学した。しかし、民主活動家、甲信介の演説を聞いて政治への関心を強め、小学部を休学し、翌年再度受験に挑戦し、台湾大学法学部に入学した。まだ大学在学中、3年生の1973年、トップの成績で国家司法試験に合格し、 当時最年少の弁護士、立志となる。翌年に大学を卒業した。右比いの故障、兵役対角標準に達しない程度だけ、が、原因で兵役を免れる。1975年、同じ小中学校に通っていた、ごしくちんと結婚。解消法を専攻していた、ち水辺は、翌年か夏見商法事務所の弁護士となり、常任顧問弁護士として、 朝鋭海運を担当した。1979年に発生した美麗島事件が、賃が政界に進出する契機となった。美霊島事件の被告弁護団に参加した、陳水編は、主犯格とされた、孔信介の弁護を担当し、当該活動、反中国国民党運動に従事するようになった。1981年台北市の市、議会議員選挙に立候補し、 最高得票で当選した。同時期、台湾民主化運動の先駆者、テ南陽が創刊し、作家である李光が出資する自由自代系列雑誌社の社長に就任した。当時の雑誌社のスローガンは、100%の言論自由を、であった。1985年、台北市議を辞職した陳水編は、台南県庁選挙に出馬するが落選した。 1986年、蓬来島雑誌事件で、国民党立法委員、兵庫幸から名誉毀損で告訴され、懲役1年、後に8ヶ月の判決を受けた。この事件で在野から裁判に対する非難の声が高まったが、陳は判決後控訴しないことを宣言し服役した。同年、ご宿陳が立法委員に当選し、翌年景気満了で出国した。 陳水編は弁護士活動を再開し、五宿陳の政策秘書として政治活動を再開した。同年民主進歩党が結成されると、翌1987年に入党し、中央常務委員に就任。1989年に立法委員に当選すると、民進党議員団幹事長となり、1992年には2期目を務めている。陳水編が、 立法委員を務めた、機関、国会での質問が評価され、また、国防組織法を提出するなど、積極的に活動し、1993年7月には、アメリカの雑誌、ニューズウィークで、台湾国会の風雲児として開されている。1994年、初めての台北市長直接選挙が実施されると、陳水編は、社長邸を破り民進党の公認を得て、 台北市長選に立候補した。国民党公認候補は、現職の清須であったが、当時国民党から一部勢力が分裂し、新党を結成し、上昇安氏を擁立していたため、国民党病が2分されたこともあり、陳水編は市長に当選した。台湾の住民は、首都の市長となった、陳水編の政治手腕と民衆に近い政治センスに、高い評価を与え、 高い支持率のもと、沈水編は、台北都市運の建設や下水道をはじめとする、治水事業などを実施し、また、既得権益に打撃を与える制限差で、支持率は76%を記録した。しかし、1998年の台北市長選では2期目を目指す沈水編に対し、国民党は民衆の支持がある、場永久を要し、結果として、沈水編はわずかに、 バー A に及ばず落選した。台北市長選落選後の1999年、陳水編は学習の旅と銘打った外国歴法に出発し、2000年の総統選挙に、標準を合わせた活動を開始する。また帰国後は、台湾の全309号陳を訪問し、今後の政策運営のための地盤作りを行った。そして同年月、民進党候補として、 総統選挙への立候補を正式に表明した。陳水編は、イギリス労働党の改革をモデルとし、中間左派の新中間路線を政策主軸とした。この時、陳水編は、総統戦闘戦の可能性を認識しておらず、将来の政治活動のための準備期間として認識していた。そのためメディアを通じ自助で、台湾行き子を出版して、自己の経歴と主張。 理念、台湾の未来について述べていた。しかし、2000年の総統選挙では、国民党の総統候補争いで連戦に敗れた、総総由が国民党を離党しむ所属候補として、総統選挙に出馬したため、国民党支持票が割れた。その結果、陳水編は39.3%の得票率で、総統に当選し、5月20日に、 中華民国第十代総統に就任した。これは国民党出身の李党輝から民進党への政権交代であり、半世紀に及ぶ国民党支配体制を民主的選挙によって終焉させた。陳水編が総統に就任する以前、台湾では国民党から民進党への政権交代の必要性が叫ばれていたが実際に政権交代すると、 半世紀に及ぶ国民党支配の影響力が大きく政権運営に支障をきたした。政権発足当初は国民党籍の党費を行政委員長に指名し、超党派による全民政府を掲げたが、各4問題、台湾第4原子力発電所建設問題で建設に反対した沈水編対立し、党費が辞任。全民政府は崩壊し、 陳水平は代わりに民進党の長都市を行政委員長に指名するが、今度は立法院の多数を占める国民党及び新民党総統選挙後に総々ゆが結成からの罷免議案に対し情報して建設続行を表明するなど独自色を薄める結果となった。また、陳水平政権後各方面から政策実行能力などで批判が発生する。 特に民進党決党時のメンバーからの批判が注目された。民進党主席の地位を争い、敗北した結果離党した主席経験者の許信義、当選伝部主任でスポークスマンだった陳文赤根などが反陳水編勢力の代表であり、2000年の総統選挙後に反陳水編の言論を行うようになった。陳水編は野党勢力を結集させた。 民進党政権を確立したが、政権獲得後は、党内の反対派の意見を抑圧しているとの批判を受けるようになった。2002年9月、軍公共待遇改革問題で10万人の教師がデモを行い、数ヶ月後に、農民、漁民などが政府が発表した農業界改革に反対し、大規模なデモにつながり、行政院農業委員会主任委員の半ぶり集。 および財政部長である、李用蔵の隕石辞任に発展した。陳水編は、中央機構のメンバーを大幅に入れ替えた。国民党体制の改革を目標としたこの措置も、反対派からは、政治経験が豊かな国民党系メンバーに変えて、経験に乏しい民進党系メンバーを登用したことが、政治の真空状態を発生させたと批判の対象になっている。 2004年の総統選挙では国民党と新民党が選挙協力を行い、広島連盟を形成したことで当初優勢と考えられていたが、台湾住民の独立意識の高まり、離登輝主催の台湾独立デモに想定を超える100人超の参加者が集まるなどにより民進党や台湾団結連盟などの広島緑連盟の支持率も少しずつ上がっていき、 広試合と支持率を並べるようになった。そのような情勢の中で、投票前日の3月19日、沈水編と副総統候補の旅修連が、対南で民衆の応援に応えながらパレードしている、最中に銃撃を受けて負傷するという暗殺未遂事件、319や流撃事件、発生した。この事件は選挙結果にも影響を与えたとされ、 得票率0.228%の僅差で、沈水編が当選した。僅差であったため、広志覧連盟は強い反発を示し、総統候補の連戦が、銃撃事件は自作自演であり、選挙は無効と訴え、支持者は連日抗議デモを行った。これに対し司法は、数ヶ月にわたる審理を行い、2004年11月4日午後4時2分に、 連戦の訴えを退け、鎮水編の当選有効が確定した。銃撃事件に関しては、様々な調査が行われた。鑑定専門家の李正玉による調査では、鎮水編の銃装が、拳銃によるものであるとの鑑定結果が提出され、残された弾丸より、犯人捜査が行われた。その後、被疑者として、陳義雄が特定されたが、被疑者はすでに死亡しており、 真相は明らかにされなかった。また、2008年1月31日に、中国の進化社は、3.19銃撃事件、真相調査特別委員会が、同事件は、陳水編政権による自作自演であったとする、最終報告を発表したと報道している。2005年8月、高尾都市運における、陳哲夫のスキャンダルが表面化する。前総統府秘書長、陳が、 業者の招待を受けて海外旅行したというものであり、精錬さを歌った陳水平政権にとって初めての打撃なった。立法委員の旧武氏によるスキャンダル追求が続き、台湾メディアで長期にわたり注目された。続いて2006年5月25日、陳水編の娘婿である、超懸命のスキャンダルが表面化する。 台湾土地開発行使の不正取引に関する内容であり、台北地方法院は、証拠隠滅の恐れがある都市身柄拘束の上、接見禁止を決定した。また妻、五宿鎮に対しても太平洋、都港百貨の商品券の受け取り及び、インサイダー取引も浮上し、鎮水編の政局運営に、重大な被害を与えた。これを受けて5月31日に、 陳水編は職権を除き与党の運営や選挙活動から手を引くと宣言した。さらに、同年11月3日、妻、ごしくが検察当局から相当不機密費1480万台湾元を指摘流用していたとして汚職と文書偽造の罪で起訴された。起訴によって陳水編の退陣を求める声が野党や中間層だけでなく与党民進党内部からも 紛失した。民進党の友好政党だった台湾団結連盟も相当非免案が提出された場合賛成する意向を表明し、陳水編は窮地に追い込まれた。こうした中で、陳水編は11月5日に記者会見を開き、機密費の指摘流用疑惑を否定した上で、裁判の一審で妻、ごしく陳に有罪判決が出た場合相当を辞任する意向を表明たが、 与野党、世論の不信を払拭するまでには至らなかった。陳水扁政権の2期目では台湾マサナ政策を加速度的に進め、公的機関などで使用されている中国、中華という故障を台湾へ置き換えるようになった。2007年2月12日、台湾の郵便事業を行う。 中華郵政の名称を台湾郵政に変更した。しかしは永久政権になった2008年8月に中華郵政に戻すことが決定された。同時に中国造船は台湾国際造船、中国石油は台湾中油と解消された。また、脱消解析化も推進された。2006年9月6日に消解析の名前である中性解析は 地を冠した、中西国際空港の名称を、台湾東沿国際空港に変更した。さらに、2007年5月19日に、中西記念堂を、台湾民主記念館に改めたが、こちらは、立法院に否決され、6月7日に、元の名称に戻った。前述のスキャンダルの影響もあり、新水片の支持率は低迷した。2008年1月12日の、 第七回立法院選挙では民進党主席として挑んだが定数百十三議席のうち二十七議席しか得られず八十一議席を得た国民党の大幅なリードを受けて党創説以来最大の惨敗と述べ民主進歩党の主席を隕石辞任する。陳水編は台湾独立の傾向が強い人物であるが共本精神を掲げ一期目の就任演説では 四つの脳、一つの内の原則を打ち出し、任期中の台湾独立につながる国語を変更などは行わないことをことしていた。しかし、前年に反分裂国家法が制定されたことから2006年春節の演説では国家統一考領と国家統一委員会の廃止の可能性及び国際連合に台湾名義での加盟申請に言及した。これは前述の原則の 一つの内に違反するものであるとして、野党広志覧連盟から強烈な批判を受けた。また、アメリカ国務省の1月30日のレポートも、陳水編の春節発言に対し、一つの中国政策は変更されないと、現状維持の要望を表明した。2006年2月27日、陳水編は、国家統一委員会と国家統一綱領の運用停止を発表し、 中国からの強い反発を受けた。2007年5月10日、陳水編は記者団に対し中国共産党中央委員会総書記、胡錦当に台湾訪問の正式要請を行ったことを明らかにした。今回の要請の目的が台湾と中国の両政府の直接対話にあるため、従来の台湾は独立した国家で中国の一部分でもなければ、 一地方政府でもないことを認めよというような前提条件をつけてないことも表明し、ご主席に台湾の現実を理解してほしいと言いたいとも話した。台湾と中国の統一には、東西ドイツの統一モデルを参考にしたいとし、中国側に参考にしてもらいたいとの希望を語った。2007年10月10日に久しく行われていなかった軍事パレードを開催し、 独力で開発した最新兵器を披露して中国政府を牽制した。スピーチでは中国と台湾はそれぞれ独立した国であり、これは否定しようのない事実であると発言した。2001年1月1日より小三通と称し、アモイと金門島の間で客船が運航され、中国との三通を限定的に実行し、 その後さらなる両岸貿易促進が熱望されていたが、沈水編政権内では実現しなかった。また、中国進出に代わる政策として、南向か政策を発表、台湾企業に対し東南アジア諸国への投資を要望した。2006年1月1日には、中国との経済関係を積極解放、有意差を管理、政府が積極的に解放することで、 効果的な管理をするから、積極管理、優位さを解放。政府が積極的に管理することで、効果的な解放オールウェンの転換を明言した。2008年5月20日に総統を退任し、憲法が保障する総統の不基礎特権がなくなったことから、検察当局が、陳水編による指摘流用疑惑の本格的な捜査を開始すると発表し、陳に対し出国制限措置が取られた。 さらに、台湾のマスコミによって、不明の資金をスイスなどに送金し蓄財しているという、資金洗浄が新たに浮上し、同年8月15日、陳は、妻と共に民進党を離党した。8月18日には、陳の海外渡航禁止措置が取られた。同年11月11日、相当不機密費流用及び資金、洗浄容疑などにより、 台湾最高圏に逮捕され、台北地方法院に移送された。移送の際、陳は手錠を頭上に掲げ、拘束を、馬永久政権による政治的弾圧だと訴えるとともに、連行時に暴行を受けたと主張したが、病院で診察の結果問題はないと判断され、台北地方法院は12日に交流を決定、台北監視所、拘置所に陳の身柄を移送した。 陳は逮捕に抗議してハンガーストライキを決行し、16日、健康状態の悪化により、病院に搬送された、その後も二度ハンストを決行している。台湾最高権は2008年12月12日、陳を、1、相当不機密費の不正流用、2、海外口座を利用した資金洗浄、3、台北市郊外の土地開発をめぐる収賄、4、 台北市内の公共工事の入札をめぐる、収賄マイナスの都の事件について、マネーロンダリング、資金洗浄を防止法違反などの罪で起訴した。翌13日、台北地方法院は一旦保釈を認める決定を下した。しかし、検察当局の不服申し立てを受けて、台北高等法院が審理のやり直しを命じ、30日、台北地方法院は、保釈を取り消したため、 結局、陳の身柄は一度も解放されることなく、再び、台北官主所に移送された。第一審後半中の2009年5月5日、台湾最高権は、別の収賄事件で陳を追起訴した。第一審の初後半は2009年1月19日台北地方法院で開かれ、陳は、このような恥ずかしめは、受け入れられないし、死んでも死にきれないと無罪を主張。 1> 約一時間にわたって立ったまま自ら弁論を行った。賃の交流延長をめぐる裁判も行われたが、3月3日、5月11日、7月13日の3度に渡り、いずれも交流延長の決定がなされた。同年9月11日、台北地方法院は、賃に対し、相当不機密費の横領、収賄、マネーロンダリング、資金洗浄などの罪で、 有罪認定し、無期懲役、罰金2億台湾元、約5億6千万円、終身公民権剥奪の判決を言い渡した。また、事件を主導したとされる、ごしく夫人にも、無期懲役、罰金3億台湾元、終身公民権剥奪の判決を下した。長男、陳地中も、懲役2年6月、側近の馬衛生、前総統府副秘書長も、 懲役20年など、共犯として起訴された12人全員が、有罪判決となった。陳は一審判決を不服として控訴し、改めて全面無罪を主張した。控訴後間もない2009年9月22日、台湾最高検は、別件の外交機密費の横領の罪で陳を追起訴し、旧吉人元総統府秘書長も起訴した。2010年6月10日、 台北高等法院は、陳に対し、一審判決の量刑を、懲役20年、公民権、剥奪10年に減刑する判決を下した。五宿賃夫人に対しても、懲役20年に減刑する判決が言い渡された。2010年11月11日、最高法院、最高裁は、陳に対し、土地取引に絡む収賄事件で、懲役11年、 罰金1億5千万台湾元、控訴審判決を、原刑を言い渡した。人事に絡む収賄事件では、懲役8年の控訴審判決を維持した。機密非流用とマネーロンダリングの事件については、控訴審に差し戻した。収賄事件の判決確定により、同年12月2日、迅は収監された。2011年8月26日。 台北高等法院で、されい審判決があり、機密費流用事件について、逆転無罪判決を下した。機密費に関する文書偽造罪については、控訴審判決よりも10ヶ月少ない懲役1年8ヶ月、マネーロンダリングについては、懲役2年となり、総合すると、賃は、懲役2年8ヶ月及び300万円の罰金となった。他方、ごし賃夫人は、 懲役11年6ヶ月、2200万台湾元の罰金5年間の公民権剥奪となった。台湾最高権は、さ霊心判決を不服として、最高法院に上告した。2013年6月3日、刑務所に収監中の陳がトイレでタオルを用いて自殺を図ったものの、すぐに監視が発見したため、未遂に終わった。2015年1月5日、 うつ病や手足の震えなどで健康状態が悪化しているため自宅療養が認められ釈放。高尾市にある自宅での療養を開始した。2016年4月には台北高等法院が陳の病気が回復するまで残る裁判の審理を停止すべきとの家族の訴えを認め裁判は事実上終了した。釈放中の政治活動は認められていないが同年6月には自ら設立した。 研修機関の記念パーティーに参加している。アメリカ合衆国司法省は2010年7月14日、チン一家が米ニューヨークのマンハッタンに所有している豪華マンションなどの不動産をマネーロンダリング、資金洗浄関連として没収するため、ニューヨーク州の裁判所などに民事訴訟を起こした。米政府は没収が認められれば不動産を売却し、 その売却益の一部を台湾政府に返還する予定という。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。